チャオ、あっちゃんです。今日は、UFO のね、爆盛りバーレル2倍の UFO、 UFO 食べましょう。ちなみにね、あんまりうちカップ麺置いてなかったんでね、今日はあのこれだけ、赤いキツネと比べるとこれぐらいの大きさ、こんな差があるの、こんなバカでかいの、食べてみたいと思います。食べられるかな。はい、ってことでね、これね、お湯がね、820cc いるんよ。860cc や。860cc を入れるから、お湯沸かしますやねんけどね。このまま食べたらね、ちょっと体に良くなさそうやん、カップ麺で。ちょ、これお酒。前にね、どん兵衛でやったと思うんだけど、お酒を入れるとね、美味しくなるねん。で、これをやんねんけども、まずお酒を、アルコール飛ばします。つかへんの。あれ、あ、逃すないのかな。飛んだね。はい、火がちゃうよ。アルコール飛んだんで、お水、これね、850ぐらい、850、60入れます。で、これで沸騰させんねんけども、ここにね、にがりを入れてもええねんけども、こっちに入れます。これで沸騰させておきます。はい、ちょっと開けてみましょう。開けるとね、UFOが高いなんでね、ちょっと開けましょう。盛りバーレル、これがね、ペロリッとめくるとね、焼きそば専用揚げ玉と爆盛りソースがついてるね。で、これね、焼きそばがね、 UFO の焼きそばが2つ入ってるのよで、具はね、中に先入ってる、大体すごいな。食べられるでしょうか。どうでしょうね。はい、沸騰してきたんでお湯入れます。ね、やけどしないように気をつけて。あつずず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 あつやちやちやち。はい、これね、2分30秒。3分やからね、2分半して、そこからもちょもちょしてたらね、3分ぐらい経つんでね。で、この上でね、ソース温めときましょう。2、1。はい、2分半経ったんでね、そろそろお湯捨てていきます。いじって破ってね、湯切りしてくるわ。はい、湯切りしてきたんで、ベロンとめくります。よいしょ。で、上2玉ね。で、ここに爆盛りソースをざっと。んで、にがりを数滴。このにがりがね、ポイントなんね。で、これをね、よくよく混ぜます。で、よく混ぜましょう。では、お部屋に移動。はい、できましたってことでね、混ぜてきてお部屋に戻ったんで、揚げ玉、焼きそば専用揚げ玉、これ関西では天かすって言うんだけどね。なんかね、揚げ玉にピンクなものがあるのはない、これ生姜かな、こんな感じ。これでいただきます。まずね、これをね、こうやってね、こうやってね、
けてね、大量にね。こんな食べ方したことないからな、できるかな。いただきます。熱っ。あのね、結構大食いの人の真似したろうかなと思ってんけど、もぐもぐタイムします。喉詰まるわ。まさに。口がちいちゃい。入らへん。あの、くるくるって巻いてさ、パクーンって入れる人おるやん。あれの真似したろうと思ったけど、無理やった。お上品にね、おちょぼ口で食べます。うん、UFO うまいな。けど減っていかへんな。 UFO2 玉2パックやからね。1パックやったらね、ちょっと物足らんかなっていう感覚はあるんだけど、2パックは食べようかなと思わへんのよ。もちろん味変マヨネーズやね。結構 UFO 好きやから、幸せは幸せやねんね。そうや、何事もない。なので、昨日ね、冷蔵庫に直し忘れとった紅生姜があんねん。紅生姜入れよ。紅生姜って絶対うまい。焼きそばには紅生姜よ。紅しょうが出ましょう。こぼしたん。よいしょ。うん、うまっ。焼きそばには紅しょうがやな。マヨと紅しょうがが混ざると、うまい。ねえ、うん、減らへん。減らへん。うん、おいしい。紅しょうが合うわ、焼きそばには。でマヨをね、たっぷりつけて。うまい。紅しょうが最高。生姜入れ放題よ。うん、うん、
しいね。あ、今日そうや。待ってね。吉本新喜劇みたいな。あの状態なので、ここから仕上げていく。だから。あ、ヒロや。ヒロちゃんは、あれや。あの、うん、秋や。うん、うまいけど開けてきた。うん、早く食べへんかったら胃の中で膨らんで食べられんくなりそうや。粉チーズを、あ、知ってた UFO のめっちゃ美味しい食べ方。あのね、お湯入れる前に乾燥わかめ入れんね。乾燥わかめ入れて、でね、一緒にふやかすんよ。で、わかめ焼きそばにしたらめっちゃ美味しいよ。結構有名やと思うんだけどね、と、あの UFO のアレンジの。あ、粉チーズうまっ。これチーズ入れても美味しいよね。粉チーズうまい。うん、やっぱりね、どうやってうまく作るか飽きてきな。もちもち胃が止まってきたぞ。うん、美味しいで、味はね、でも結構溜まってくる、重い。ここで出てくるのが鈴鹿のレッドドンソース。辛いで。ね、辛みを足すとね、絶対美味しくなって味変できて飽きずに食べられる。うまっ。うん。辛っ。うん、胃ちょっと大きくなってるかもからん。今までやったら無理やったと思うけど、ちょっとぼちぼちしんどいけどな。胃から入っていかない。もうちょっとこの辺まで来てんねんけど、今水で落としてんねん。で、一回だけで落ちるかな。ああ、気持ち悪くなってきた。いらん動きしたんだよかった。鈴鹿とこうソースにはハマってんねんけど、美味しいんだけど辛い。
完食しました。おめでとうございます。ありがとうございます。最後の方ちょっとね、もう無言になるぐらいきつかったけど、今回頑張って食べようと思って頑張って食べました。美味しかったです。ごちそうさまでした。ということでね、今日のあちゃんの UFO 爆盛りバーレル完食、よかったよと思ってくれたら、いや胃の中からなんか出てきて、高評価、応援コメント、チャンネル登録よろしくね。やっぱり大食いはこれが限界です。まあ、あっちゃんね、大食い YouTuber じゃないんでね、爆盛り YouTuber です。盛るけど自分で食べないという。ああ辛かった、美味しかったです。ごちそうさまでした。ということで今日のあっちゃんの、UFO この辺で終わりにしたいと思います。またね、バイバイ。晩ご飯いらんかな。